新館のぞみは、香港の俳優、歌手、ストリートファッションブランド、クロットのディレクターでもある。愛称は、エディ、エジュなど、本名は、チンを着てる。カナダバンクーバー出身。香港、アメリカニューヨーク、カナダバンクーバーと移住し、トロントの高校を卒業後に、香港に帰国。1999年の CM 出演で注目を浴び、2000年に映画、 ジェネックスコップ2の主演で俳優デビュー。同年に歌手としても活動を始め、日本映画にも出演するなどアジアで幅広く活躍していた。英語、関東語、北京語のほか日本語も少々話せる。2008年、香港の人気女優たちとの性行為を記録した写真がインターネットに流出した事件が発生。流出した経緯は、 エディソンちゃん自身が撮影した写真やビデオ動画を保存していたパソコンを修理に出した際に複製され、それが出回ったものとみられている。この事件を受け、2月21日に記者会見を開き、一連の映像の大部分は自分が撮影したものと認め、その責任を取って香港映画界から去ると発表した。しかし、2009年には香港映画に復帰している。 2010年3月台湾台北市のイベントに現れ芸能活動の再開を正式に宣言している。同年4月17日スナイパーが日本で公開される。同年12月24日香港で開催中のアジアゲームショー2010にて歌手活動を再開した。同年12月30日にはアルバムコンフュージョンをリリースする。 事件が起きた2008年の中国における Google インターネット中国名人名検索回数ランキングでは第1位となった。同じく中国名で台湾では人名検索第3位、シンガポールにおいても英語名で第3位という結果であった。同年アメリカの娯楽情報ウェブサイト E が行ったアンケート世界で最もセクシーな男性において 中華系人としてはトップの第15位に選ばれた。ありがとうございます。